久保さんやっぱそうっすよねあの戻ってくるパーティーもありますよねまあ戻ってこれる場所ホームを用意しとくっていうのが僕の一つの、あのー、指針でもありますんで、はい、光を照らし続けるっていうね <laughs> そうここにお店あるよっていう何かあったらおここにあ,あ,あ,あるよっていう僕はね鹿児島行って思ったことが、あのー、コンビニの光ってありがたいんだなっていう コンビニ遠いですし全然光ないんですよ夜になると真っ暗でコンビニってありがたいなっていう思いますよねうんそうあとはね北海道の宗谷岬車で向かってた時ももうね店全くないですよガソスタもガソスタとかもあるんだけど24時間営業のとこないし 途中でね、ガス欠な夜中走ってたんですけど、ここやべえなってってね、走って思い出ありますけど、光って大事ですよね。はいまあ、これからも死ぬまで光は照らし続けます。いってらっしゃい。